ひげがちょっと伸びてます。でも気持ちが切り替わってます。コーロンです。さあ今回ですね、まあ、ルヴァン、セカンドレグを終えてというところになるんですが、皆さんももう切り替えてらっしゃるタイミングだと思うので、ここでも試合内容を振り返るとかっていうのはさすがに野暮な話なんで、とこれはもうセレッソ戦、目の前の勝利っていうところにこう全力で、チームとして向かっていきましょうというのもこれだけです。アウェーでの借りを返せるように戦っていきましょう。そしてチャン・ヒョンス選手の方がですね、代表戦で負傷されたということを紹介してきております。これは本当に心配ニュースですので、一日も早く回復を祈りします。さあそれでは、今回の、ルヴァンカップ本当にあくまで一人のサポーターにもかかわらず、皆さんから大変ありがたい差し入れをたくさんいただきましたので、ここで紹介をさせていただきます。本当にありがとうございます。それでは今回いただいた差し入れが痛い、でも気持ちいい、これだ。さあ今回も非常にたくさんの方からこんなにたくさんの差し入れをいただきました。皆さん本当にありがとうございます。それでは一つずつ紹介をさせていただきたいと思います。まずはこちらですね、コアロンさんへポンピーの返済65万円の足しにしてくださいと。何のことでしょうか。2020年なんてあっという間ですよ、早く払ってくださいねポンピーファンよりということで、ちょっとこれ何のお話でしょうか。いや、な、現金5万円です。お金のおもちゃ5万円いただきました。こちらはコアロンのポケットマネーということで使わせていただきます。5万円です、ありがとうございます。65万に関してはちょっとまああまり本当に借金あるのかどうかっていうところ、うやむやな問題でもありますが、これはちょっとまあしかるべきところに任せさあ、そしてこちらですね、これは最近ちょっと喉を痛めてまして、まあ先日耳鼻科行ったとこ蓄膿症というふうに診断されたんですが、喉を痛ってくださいということで、こういった喉飴、喉黒飴、これ懐かしいですよ。これコアロンがですね、大学受験の時こう本当によく舐めてました。大学受験の時やっぱよくね、試験前から糖分取ってくださいっていうようなお話あるかと思うんですけど、この喉黒飴もいいですし、あと黒糖飴が結構、黒糖の糖分っていうのはやっぱり吸収が結構ものすごく早いっていうような情報が結構有力ですので、また試験の合間にこうちょっと甘いも糖分取り入れるときは黒糖飴舐めると頭の働きがさらに良くなるかもしれません。以上スタディチャンネルの、ミニ情報でございました。それそしてこちらトマトジュースということですね、ありがとうございます。トマトジュースはこちらへってことでいただきます。トマトと関係あるんですか。タコはトマト嫌いなんで。いや、じゃあちょっとお願いします。そちらのキャラはまずいんで。なんですか、そちらのキャラはまずいんでっていうの。2人ともこういうことチャレンジしちゃうとキャラが。いやいや、でもそれはでも、もう視聴者の方それ見たがってますんで。いや違います。いや、そうでしょ。だからなんで。わかってます。だからこれはやだ、視聴者のニーズにはしか答えてください。さ、勝ち負けに関わらずYouTuber としての勝利はやっぱり視聴者のニーズに答えるっていうことが勝利なんで。そちらはこの後。はい、いや、なんで切れる。そちらがこの後チョコで頑張ることになりますけど、そこの絵がちょっと弱くなりますけど大丈夫ですか。だからそれはもうよほどのことがない限り大丈夫です。いや、本当に嫌いなんだ。いや、嬉しいことでしょ、体に気使ってくれて。飽きそう。トマト嫌い人ってあんま聞いたことないんだもん。いるよ。ケチャップは好きなんで。ケチャは好きなんで。ケチャ関係ねえだろ。トマト嫌い、ケチャップ好きもちょっとよくないから、はい、ちょっとポンピーには今後トマト差し入れたくさんお持ちします。なんでだよ。 いつも俺もそういうサムネとかつけてするしね。でポンピーにトマト差し入れはそしてコアロンのおなじみですね、ポテロングでございます。選手カードいただいております。阿部勇樹選手、ソーザ選手、遠藤選手、江坂当たる選手です。ありがとうございます。でこちら生放送時に鼻をかきがちなので、鼻かかないようにということで、こちらありがとうございます。そしてこちらマンバピースだしということで、フェイスパックギャルマジパギャル超鬼ギャルのフェイスキャップいただきました。はい、ありがちゅう。これでマジ盛りでいきます。ガン盛りでいきます。マンジではないんですね。いや、マジマンジです。これで本当に超アリエンティです。そしてこちらですね、ちょっとごめんなさい、これ息苦しくなったんで一旦外させていただきます。こちらちょっと辛そうなホットチキンフレーバーラーメン、美味しそうですね。ありがとうございます。とてもスパイシーということです。韓国のラーメンでしょうか。お、毛穴がすっきり、毛穴パックですね。塗るちょっとフェイスパックみたいな形で毛穴の汚れは取れるということです。ちょっとこれ早速俺も使ってみたいと思います。ありがとうございます。スーパーコバゼウス、これ小林優選手ですね。お、お、小林優、ラララララララ結構小林優、ラララララ。そしてお手紙の方もいただいてますので読ませていただきます。非常に可愛いイラストです。非常に擬人化された可愛いイラストになってます。擬人化って何。いやいやいや、お前人じゃねえ。いやいや、もう人じゃないと思ってください。それは
こんにちは、ポンピーさん、コアロンさんへ。 FC 東京もフロンターレも強いけど、私フロンターレが好きで、ほとんどフロンターレの試合を見ています。コアロンさんとポンピーさんはフロンターレでどの人が好きですか？まあ、コアロン一番好きなのは小林優選手が好きです、フロンターレの中であれば。ポンピーは誰ですか？中村健吾選手です。あとこれですね、阿部ちゃんの方ですね。私は小林優選手が好きです、コアロンも好きです。初めて、フロンターレの試合を見に行った時、アンパンマンの歌を聞いて何だろうと思ったらすぐに覚えました。そして今キャプテンなので小林優が大好きです。これからも撮影頑張ってください、応援しています。アイルちゃんよりいただいております、ありがとうございます。黒のパックで面長の抜け殻を見てみたいです。いや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 、これちょっとまた別にツイッターなどであげるとですね、辛いラーメン木下優香さんが食べていました。ルヴァンカップ負けたら食べてほしいです。これ母料理ということです。これまあちょっと今すぐあれなんで別にいただくということです。そしてこれは、ご兄弟ということでしょうか。コアロンさん、僕はいつも動画を見てます。コアロンさんとポンピーさんの会話が面白いです。楽しい動画をいつもありがとうございます。今日はフロンターレが4対1で勝ちます。いや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 、かすってます。絶対負けません。コアロンさん、チャンネル登録者数10万人目指して頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。こういった形で髪の毛出てますよという可愛いイラストの方も入ってます。ありがとうございます。ゆうきくんからいただきました。素敵なイラスト、そして、お手紙ということです。ありがとうございました。そしてこちらフロンターレのサポーターから、これフロンターレのこれキーホルダーということですね、いただいてます、ありがとうございます。そしてこちらですね、うるま島、沖縄のうるま島チンスコ、これも美味しそうですね。いろいろ味もあるようで、これ非常に美味しそうです、ありがとうございます。そして、コアロンも、お昼などよくいただいております。カップラーメンですね、コアロンさん、ポンピーさんへということで2ついただきました、ありがとうございます。コアロンさんのはないですよ。はいはい、コアロンさんとは書いてないです。コアロンへ、ポンピーさんへです。そしてこちらルヴァンでございます。ルヴァンクラッカー乗ってるんですよ、ここに。我々 FC 東京も、いや、なんで隠すんですか。2つ乗ってるんです、ここに。川崎さんはどうなんでしょうか、ありがとうございます。そしてこちら富士山アポロという何かしらのお菓子ということですね、ありがとうございます。こちら非常にこう花柄の、もう非常に綺麗な包装紙に包まれて、これ何のお菓子、お菓子ですかね。早速開けてみたいと思います。やっこいサブレ青森リンゴキャラメルということです。リンゴ果汁とアップルファイバー入りのキャラメル味の、ちょっと、なるほど、なんですか。ちょっと説明が途中でかすれてしまっていたようです、リンゴ果汁とアップルファイバー入りの、キャラメル味のあれを入れて焼き上げた生タイプのサブレですということです。まず今回5失点してますんで、それ一つお願いします。チョコが入ってみたいです。いや、どうもらそうです。リンゴ味のキャラメル味の、これ、まあ、場合によってチョコと、こちらちょっと一口だけになりますけど、いただいてみたいと思います。いただきます。ありがとうございます。おいおいおい、でもリンゴの風味が結構癖になる味ですね。あー、おいしいです。これほとんどチョコ感じさせません。そしてこちらが山崎ビスケット株式会社のチップスタン、そしてこちらがプリッツ、あ、ごめんなさい、ポッキーですね、ありがとうございます。そしてこちらが、ジャガですね。ジャガです。ジャガなら食べてください。ジャガ、ジョコです。お願いします。いやいやいや、これだけは勘弁してください。なんでですか、うん、まだ4点分早く控えてますんで。いただきます。ありがとうございました。そして、こちらが菓子パンですね。なに、言えよ。違う、菓子パン、名称、菓子パンって書いてありますよ。それで通じるんですね、全世界で。はい、バナナチョコ尽くしという結構奇抜なパンになってます。ありがとうございます。お願いします。あ、お願いしますってなんだよ、これ家族苦手なんです。本当克服してほしいんです、皆さん。いやいや、チョコ克服する必要あるんですね、それは。じゃあいただきます。うっバナナ、うっ。続いてメロンです。お願いします。いや、なんで全部が全部全部が全部って何ですか。一部と全部。いや、ゲームベッテしたすべて知るのは無理です、これを。お願いします。いやいやいや、すべて見る無理です、これは。5点ってそれぐらいのことでしょ。いただきます。メロン、いやいや
ました。でこちらは、柿の種チョコですね。ありがとうございます。でこちらはトッポ、そして森永ダース、ありがとうございます。そして、最後は、ダックワーズ、ありがとうございました。でお願いします。ラスト1、やエルシーニョ、やっちゃうやっちゃうよこれ。エルシーニョです。最後何ですか、最後エルシーニョっていうのは。エルシーニョループでやられました。桃好きな人が好きなやつだこれ。まあでも知ってんじゃん、それぐらいのことなんで。よほどのことです。いただきます。いただきました。まあということで、これよほどのことが起こってしまったということですが、まあやっぱり切り替えていくしかありません。改めて皆さん、こんな素敵な差し入れありがとうございます。ちょっと桃系とかそういったバナナ系、ちょっとほんとこちらの方で。それではまた次回の動画、そしてスタジアム9日セレッソに向けて気持ちを切り替え、熱く応援していきましょう。また次回の動画で、バイロン。バイロン。おー、チャンネル登録。おー、ボタン押そうよ、から。